指宿市などに大雨警報が発表されています。これまでの大雨の影響で地盤が緩んでいるところがあり、土砂災害に警戒が必要です。梅雨前線の影響で県内では大気の状態が非常に不安定となっています。今日予想される1時間の雨量は種子島・屋久島地方の多いところで40ミリとなっています。降り始めからの雨量が800ミリを超えたところもあり、少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。姶良市梶木町小山田の県道55号栗の梶木線では道路脇の斜面が崩れ、今日午前1時から片側通行となっています。また交通機関にも影響が出ています。 JR の一部の在来線では始発から運休や遅れが出ています。最新の情報をご確認ください。